それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチの宇宙と AK、 どうもアサインです。ゴルフォンです。よろしくお願いします。今日のテーマは、はい、これができなきゃシングルスは勝てない超重要丸丸ショットの極意。今日はですね、クロスティのアサミンとゴリホンが久しぶりに登場してくれておりますので、今回はですね、アサミンの課題克服ということで、アサミンの方から要望があったんですけれど、はい、シングルスで勝っていきたいというところで、まるまるショットをね、練習していきたいと思うんですけど、何ショットですかね。バックのスライスです。ダブルスだったらあんまり使う人いないかなと思うんですけど、やっぱりシングルスだとスライスは使えた方がいいんですよね。理由としてはダブルスだとスライスってどういうボールかというと、滞空時間がやっぱり長いボールになると思うので、滞空時間が長いということは前衛からしたら結構チャンスになるので、打った瞬間にポーチに行かれてパーンってやられてしまう可能性もあるんですけど、シングルスだとそれがない分、滞空時間を使って自分のポジションを戻したりとか、逆に回転をいっぱいかけることでバウンドが低くなって相手のストローク打ちづらくさせるっていうところもあるので、普通のショットだけじゃなくてスライスもやっぱりやっていかないとシングルスは勝てないかなと思いますので、今回はそのシングルス強化というところでスライス使っていきたいと思います。それではやっていく前に一つだけお知らせがあります。我々が所属しておりますクロスティソフトテニスチームなんですが、現在スポンサーを募集させていただいております。はい、現在のスポンサーさんなんですが、こちらですね、今4社のところにご協力いただいているんですが、まだまだですね、こうどんどん増やしていきたいというところでスポンサーさん募集させていただいております。タイミングとしては年度初めということで、4月から翌年の3月までの1年間の契約ということでさせていただければと思いますので、少しでもクロスティソフトテニスチームの協力をしたいと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただければと思います。概要欄に連絡先貼っておきますので、そちらの方にメールと送っていただければと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それでは早速ね、アサミンのスライスやっていこうと思うんですが、アサミンはじゃあどんなスライスを打ちたいんですかね、シングルスで。主にディフェンスのスライスですね。ボールの軌道としてはどういうイメージの。滞空時間があって攻め込まれても、それを打つことによって時間稼げてポジションに戻れるっていうのが理想です。スライスの種類でいうと大きく分けて2種類があって、まっすぐスーってこう伸びていくスライスと、結構回転をかけて下に落ちていく、下にギュンって曲がっていくのあるじゃないですか。あの2つがあるんですけど、どっちがいいですか。押していくこのスーのスーっていうタイプです。はい、分かりました。伸びていくスライスを今日はやっていこうと思うので、まず今アサミンが実際どうやって打ってるのかとか、どれぐらいの球の質なのかっていうのを先に見ていきたいと思いますので、まずは逆クロスから来たボールを逆クロスに返すっていう、はい、そこでやっていこうと思いますので、はい、まずそこ見せてください。はい、ありがとうございました。よし、安定感がいい感じになくて、練習していきましょう。スライスを今打った中でどうしても結構短くなることが多くて、それは狙ってないです。狙ってはない、はい、短くなっちゃうと相手が前に踏み込んで打てるし、短いっていうことは自分のところに帰ってくるまでの時間も短くなってくるっていうことなので、うん、守りとしては深いボールを打って深いっていうことは時間もかかるので、ここで守りの体勢を整えたいっていうのがあるので深く打ちたいですってなった時なんですけど、今持ち方ってちょっと変えてますか。普通のウエスタンの感じから、ね、より若干上に向けてますってなった時なんですけど、今短くなっちゃってるじゃないですか、はい、パワー的にはどうですか。何球かこうギリギリになった時に力がうまく伝わってないかなっていう感じもあったと思うんですけど、多分浅くなってるとかコースずれてるのはうまく力がインパクトの時に逃げれてなくて、抜けてってここだけで首だけでで飛ばなくてみたいな感じですよ ね。なので体がうまく使えてない、ボールが飛ばないのにグリップを動かしてこの面をより薄くしてしまうと、より力がボールに加わらないじゃないですか、振らないと飛ばなくなるので、なので基本的にはグリップはあまり変えなくてもいいかなと思います。変えない方
方がフラット系に当たってそこから押し出せるのでインパクトが厚くなって安定感が出てくるので、うん、逆に落として攻めたいという時はグリップチェンジをしてより回転をかけた方がボールが落ちてくるのでいいんですけど、うん、守りっていう時に関しては守りって結構あんまり時間がないじゃないですか、はい、その時グリップチェンジしてっていう余裕はあんまりないかなと思うので、うん、なので基本的には普通の同じグリップで打っていくっていうのが大事です。近くなった時とかこう引いて打ってたと思うんですけど、はい、引いてしまうとボールに回転がかかりすぎてしまって右下に曲がっちゃいます。なので大事なのはもしカメラに打ちたいとしたらカメラのところにまっすぐこう送り出すっていう当たったところからカメラの方にまっすぐスーって伸ばしていく。インパクトからこのまままっすぐこの縦ラインをまっすぐ長くして送り出す。はい、ここからグッて当たってからこのまま当たったところから前にスーッ、はい、前に送る。これが大事です。切るっていうよりかは押し出す。そうです、パンと当たってから押し出すっていうのが大事なのでそれをちょっとやってほしいかなと思います、はい。それともう一つスタンスなんですけど、スタンスが結構狭すぎると体回さないと打てないじゃないですか、はい、体回すっていうことはより横回転がかかって右下にまた落ちるカットになりやすいのでイメージとしてはちょっとスタンス広めにしてやった方が送り出しやすいので、ちょっと守りなんで守りでスタンス狭いってことはないと思うんですよね、うん、基本的に、うん、スタンスしっかり広く取って送り出すっていう。その時に膝が伸びすぎるとまた切れちゃうんで目線の高さ変えないでこのままスーッと送り出すっていう感じでちょっとやってみてください、はい。今やった中で足の使い方はすごく良かったんですけど、ラケットは結構上から下に振るイメージでやってるのかなって思ったんですけど、上から下にするとインパクトがこうなるので綺麗に当たらないじゃないですか。さっきはまっすぐ面で押してくださいって言ったんだけど、だんだん上から下になってるのでイメージはどちらかというと横に振るっていう方、よく初心者のことがバックで抜けちゃうみたいな、スライスかかっちゃうみたいな、そんなイメージです。どちらかというとスライスで抜けちゃうなっていうぐらいで打ってあげた方がいいので、その意識でやってみてください、はい。ありがとうございました。どうした？途中にこう縦になったりとかあったんですけど、途中からだんだん厚い面しっかり当たった中でちょっと抜いていくっていう感じできたら OK です。もう少し細かいこと言うと、スタンスの広さによって手の感覚っていうのがどうしても変わっちゃうっていうのがあって、打点のところで言うと普段打ってるところから少し遠くなったりとかした時って力入んないじゃないですか、はい、ってなった時は今この面だとしたらもう少し厚く当てないとパワーが出ないなとか、逆に近いところだと当たりすぎたらかかりすぎになるからフラット目に当てなきゃいけないとかっていう自分の感覚が多分それぞれあると思うんですよね。逆に遠くなったらフラットになりすぎるなっていう人も多分いるだろうし、そこは自分の感覚になるので、俺は遠い時はちょっとこういう意識の方がいい、近い時はこういう意識の方がいいなっていうのをちょっと変えれるとより安定してくると思うんで、基本的には足で合わせて打点を変えないっていうのは一番いいんですけど、はい、守りだと打点どうしても変わっちゃう場面って多いと思うんで、それはちょっと自分で合わせてやってみます、はい。アサミン、ありがとうございました。ありがとうございました。
シングルスやってみてどうでしたか？今までは切らなきゃっていう方のイメージが強かったんですけど、今日うちに教えてもらった押し出すっていうイメージしてから、ボールが深く安定する感覚っていうのが少し分かってきたので、今後もこの一本打ちを練習してマスターしたいと思います。はい、切るってなんか音が全然違うというか、シャッていうこう切れる音と、小賀の方がパンっていうちゃんと当たった中でもスライスになってるっていうのがあったので、切り加減に関して感覚じゃ分かんないって人は自分で音で確認するのもいいかなと思うので、ぜひやってくれたらなと思います。本当にシングルスは逆にバックでドライブ打てないっていう人でも勝てるっていうのが面白いかなと思うんですよね。バックスライスしか打てないけど、そのスライスをめちゃくちゃ極めればそれでも勝てるっていうのがあるので、ダブルスでストロークが全然ダメなんだ、だからシングルスができないっていう人も、逆にスライスだったら俺は打てるってなれば、それでシングルス勝てればまた楽しいと思うので、これじゃなきゃダメだみたいな固定概念を捨ててさえしまえば、いろんなプレースタイルができるっていうのがシングルスの面白いところかなと思うので、シングルス一人でやんなきゃいけない分大変だとは思うんですけど、あそこで楽しんでくれたらなと思いますので、視聴者の皆さんもシングルスね嫌だなって思わないで、いろんな技術を試せる場なんだと思ってぜひやってみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信しておりますので、まだチャンネル登録をしていなかったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。今回の動画が面白かった、参考になったという方はいいねボタンもお願いします。また普段の悩みやリクエストに関してはコメント欄にてお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。